バール連盟、バール連盟、ポーランド語、カンフェダースやバースカ、1768年から1772年は、ポドレ地方の要塞都市バールにおいて、ポーランド貴族、シュラフタが結成した連盟、コンフェデラツヤ、ロシア帝国の侵略、及びポーランドリトアニア共和国のマグナーと、富裕貴族の権力を制限しようと試みていた。 国王スタニスワフ・アウグスト・ポニャドフスキラの改革の双方に対する性的な自由と独立を目的としており、内外の圧迫に応戦するものだった。連盟の組織者には、カミエニエツイコール・ポドルスキシキョウ・アダム・クラシンスキ、カジミエ・シュプワスキ及びミハウ・クラシンキなどがいた。ロシアに対して何度か勝利を収めたものの、連盟の抵抗は敗北に終わり、1773年には、 第一次ポーランド分割が実行された。一部の歴史家は、バール連盟の闘争を、ポーランドの歴史で、初めての独立のための法規と定義している。1767年から翌1768年にかけて開かれた政務では、ロシア軍が議場を包囲して、ポーランド・リトアニア共和国を法的に属国の地位に置いたほか、1768年基本法の制定を、 認めて、中央政府の権限を一部存続させ、また、出兵の口実にした、共和国内のヒカトリック教徒の権利の引き上げを、認めさせた、レプニン議会。この政務で、ロシアのやり方に反発したキエフ司教ユゼフ、アンジェウスキ、クラクフ司教、カイエタンソーティーク、そしてヘトマンのバツワフジェブスキとその息子セベリンは、逮捕されて、ロシアに連行された。 共和国の独立の侵害、中央政府、イコール王権の強化そして宗教的寛容は、主旧派及び王権強化に批判的な改革者を、奮撃させた。カミエニエツイコールポドルスキー主教アダム・クラシンスキカハジミエ・シュプワスキ及びミハウ・クラシンスキと、その同盟者は、連盟、コンフェデラズや、政府の政策に抵抗するための合法的軍事組織、を結成することを決めた。 国王スタニスワフ・アウグスト・ポニャートフスキは当初連盟とロシアの朝廷役を買って出ようとしたロシア政府の代表はロシア大使ニコライ・レップ人口。しかし朝廷が不可能だと判断すると国王は王官領代へトマンのフランチシェイク・クサベリ・ブラニツキと二人の将軍が率いる軍隊を派遣してバールを占拠させた。しかし同時期に ウクライナ地方で発生していたコサックによるコリーウシチナ反乱は貴族たちの怒りを刺激して連盟への参加者を増大させポーランド島南部全域を呼びリトアニアからも参加が出た連盟は諸外国に支援を求め敵国ロシアにオスマン帝国が宣戦線するよう仕向けることに成功したロト戦争事態は一転して深刻になりプロイセン王フリードリヒ2世が ロシア女帝エチェリーナ2世に連盟と和議を結ぶ、要助言するまでに至った。イグナチ・マルチェフスキー、ミハウヤンパツ及びカロル・ラジビュー校の率いる、バール連盟軍は、様々な地域に動き回り、何度か、ロシア軍に勝利した上、ついには国王を完全に無視して、自分たちの利益のために、ヨーロッパの主権国家に施設を派遣した。1770年、バール連盟評議会は、 本拠地をシロンスクからハンガリーに移し、そこで対ロシア軍事同盟を結成するために、フランス、オーストリアそしてトルコとの交渉を展開した。1770年10月22日、評議会は国王の敗位を宣言した。ベルサイユ宮廷は連盟を支援するために、シャルル・フランソはデュムーリエを派遣し、デュムーリエは連盟軍を整備、強化するのに貢献した。 国王スタニフアフアウグストは連盟に参加しようと考えたが1771年にワルシャーで連盟側と思われる人味に数日間立ち誘拐された。この事件以後国王はロシア側につき自分たちの国王を狙った暴挙はヨーロッパ諸国のバール連盟に対する評価を大きく低下させた。デュムリエによって徹底的に整備されたにもかかわらず 連盟軍は戦闘力を1、2年しか保つことができなかった。最後の目立った抵抗は1772年までに終わった。連盟が占拠していた陣地のうち、クラックフのバベル城は1772年4月28日に、ティニエツの要塞は7月13日に、チェンストホバは8月18日にそれぞれ陥落した。連盟最後の要塞だったザグシュの修道院も、 11月28日には、落城した。バール連盟の参加者たちは、自身の家族と共に囚人として、ロシアに連行され、最初の、水平区、シベリア送りのポーランド人の一団となった。ロシア人たちは、ポーランドリトアニア共和国内に設けた3つの、共生収容所に、囚人たちを収監し、順次いてつくシベリアへと移送した。一部の歴史家は、 バール連盟の闘争をポーランドの歴史で初めての独立のための放棄と考えている。バール連盟の参加者たちが戦いを始めるまでは外国軍の援助を得て戦うことは何より黄金の自由を敵に回す背信行為とみなされていた。しかし1770年、ロシア軍が名目上は独立国である共和国に進軍し、さらに1773年に 近隣の列強国の圧力で、政務が第一次ボーランド分割承認するに至ると、連盟の参加者たちは母国に最後まで忠誠を誓い続けた囚われの戦士たちとして美化された。そしてこの愛国的イメージは、その後の二世紀間にわたって、亡国ルローの身であったアランド人たちが、放棄軍を組織する原動力となった。連盟に対する評価は分裂しており、 連盟の軍事行動が第一次分割の直接的原因とする研究者もいれば、連盟をポーランドの独立回復を目指した最初の本格的国民軍と評価する研究者もいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。